アリバド。ロコモーターとワームテルタイヤとモーズボディーソープで頭洗いちゃう。どうもミスターホネです。ダイエー、よろしくお願いします。本日も男子ダブルスの実況解説やっていきたいと思います。対戦カードを発表します。クズバアリサーペア。見なくないですか、このペア。見ない、はい、レアな、レアです。組み合わせ、はい、はい、対戦相手チュー山岸ペア。これもガンガンじゃん。ガンガンです。はい、結構動画出てますよ、はい。なんかもうスマッシュオブスマッシュみたいな。スマッシュオブスマッシュ、はい、アタック強い人多いですね。そうですね、はい、これでみんなスマッシュ早いですね。はい、この見応えが。どっちがアタックが勝てを破るか、はい、方向立て対決。方向立て対決では本編の実況解説をやっていきます。始まりました。始まりましたね。中三サーブ、中三サーブ、やば、有沢くんレシーブ、有沢さんレシーブ、はい、はい、いきなりローサー、初手からローサー、はい、どうしたの、安定してんな。おー、カット、おー、おー、おー、今のエグいですね。なんか山岸くん、あれですね、カットスマッシュ使ってますね、今日。しっかり強打と、はい、強打と相手のスマッシュ混ぜてる、はい、そこ、それ加わったらやばいっすよね。やばいね、そう、スマッシュ元から速い人ってビビっちゃいますよね。今のもエグいし。なんだエグ、山岸さん、サーブうまいですね、はい、安定しますよね。お、インかい、あ、入って、入って、インかい。有沢さん、いい声出しますね。いい声出しますね。いい声出しますよ、有沢さん。はい、チュンさんの強打。おお、今、クズバさんが惜しいっすね。クズバさんも今、なんかこう、スマッシュをカウンターでこう、潜り込んでこられる、張ってましたよね。はい、でも、チュンさんのアタック力が、うわ、ちょっと上回った。上回った。はい、感じますね。はい、有沢さんだったらガチ感じますね。一瞬足止まってましたけど、足止まってましたね。でも時間止まりましたね。はい、確かに、確かに止まってましたね。なんであそこで止まったのか。ちょっとダイブして、ちょっと若干ごまかしてました、ね。はい、まあでもガッツ感じたんで、ガッツ感じたんで、ガッツ感じたんで、はい、お、これもセブンツー、ちょ、序盤結構離されてる、早っ、うまい、なんで、なんだろう、うわー、チュンさんって甘くないですか、今レシーブ。気持ちいい。いや、今の気持ちいいっすね。今の気持ちいいですね、はい、これ一旦ちょっとカットで、はい、このスマッシュ、これやばくないですか。えぐいですね、手首だけで、はい、手首だけでパーンとカットってきましたね。それで最後手首で、うん、これリストが強いですね、これさんは。はい、リスト強い、うん、早いですね、やっぱり攻撃が、はい、お、いや、うわぁ、ね、気持ちいい、これも。クズバさん、しっかり足が張ってますね。張ってましたね。クズバさん、全員入るのスッと入ってくるんで早いんですよ、ね、早いですね、はい、足が本当に速いから、はい、いなかったら急に出てくるイメージですよね。ブンって出てくる、はい、惜しい、これペチャ、あ、ここは、あ、入ってないか、あ、入ってない、惜しい。お、いいドライブ、はい、うわぁ、クズバさん、そっからでも打とうとしてくるんですね。すごいですね、あんなとこから打ってくる、はい、あそこから普通打ちます、打て、打てない、打てないですよね、普通の人だったら。なんであそこからドライブこうやっていこうって。すごいな。サーブ、おシックスイレブン、シックスイレブン、ちょっと離される展開ですけど、ここからそうですね、クズバさん、有沢さんって、こっからどうなるか、はい、どうなるかですね。テレビシックスダブルフォア、今ドライブ入ったらよかったっすけどね、最後のパンがね、はい、なんかちょっと違う、速いっすよ、違いますよね、手首が強い、強いっすよね、はい、これしっかり、なんていうんだろう、今やめるけど、ちょっとコース狙ってストレート、うまかったな、
こうしっかり押し切って、はい、ただなんか反応でこう返しちゃってこうクロスにこう行っちゃう時もあるじゃないですか、はいはい、それをちゃんとコース変えてちゃんと考えてますよね、レシーブも丁寧に。結構みんな攻撃だけに目行きがちですけど、はい、レシーブの細かいとこ綺麗ですよね。そうですよね、綺麗綺麗綺麗いやビューティフルいやビューティフル大変さん、歌唱力バレちゃいますよバレちゃいますそうそうそう見てください、ちゃんと動画を動画を見てくださいそう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 でも気づいたらもう12-13ですね。ですね、ちょっと途中1点多く数えちゃったらしいんですけど。あ、そうなんですか。はい、うん、おっ、えこれちょっと有沢さん、今 何やってたんですか。あ、まあ、ちょっとこれで取り返す。なるほど、なるほど、これで取り返す。はい、あー、もったいない。ちょっと有沢さん、もったいない。ちょっと不調ですね。ちょっと、はい、ひどく下ろして前、いやレシーブ安定してんな。してますね。それはエグいな。こういうバドミントンが大事なんですよ、ね、はい、しっかりコースを狙っていく。コース狙って、はい、上げられてもめげずに打つと、はい、打ち切る、これ大事です、ね、いく。めっちゃ取る。うわこれは決め切る決め切りますね。うわやばいっすね。はい、一旦レシーブ展開が入って、はい、ここで攻撃の展開になったと。これよく取ってましたね、くずばさんも。で、最後もう、チュンさん最後、最後身長身長と手首、はい、これが大きさと。はい、すごいな、手首、足首。はい、で、なんダメっすよ。あー、はい、ほんとアタックペアだなマジで確かにアタックがすごいですね、はい。うまい、そこうまい。ちゃんとちゃんとあのいない方にこう展開、はいはい、しました、はい、結構今長かったですね。長かったっすね。回数有田さん座ってましたね仕事しなさいはい、上げる。強度だろ。はい、でここでまたここでもう打つ。はい、で、えこれもしっかり、あの山岸じゃねえ、くずばさん右側いたじゃないですか、はい、だから山岸さんこっちにちゃんと、はい、いない方に返してます、はい、あの早い展開だからよくこう、はい、よく見れますよ、ね、で、ここちょっと最後ちょっとミスですね、ミスがちょっと我慢できなかったと。なるほど、いやでもちょっとなんかやろうとしてましたね。はい、おここでここで16-17、これまだわからないですよ。わかんないですよ。うわ、今ナイスロブですね。セブティーオールですね。はい、あ、おおおおお、やばい。18-17、これわかんないぞ。これは熱い、はい、いやこれは頑張って攻撃の形にしたいですよね、はい、攻撃の形にしたいですね。ここからなんとかでも上げる。お、変わった。ここで、はい、でもめっちゃ飛ぶなラリー長い。はい、いやーこれは取り詰めて取った方がでかいですね。これはこれこれ我慢しきりたいですね、手前手を。あやばい、しくん最後最後あそこで勝った損してですか。強打じゃなくてやっぱしっかり相手の動き見て、すごいな、強さだな。あそこにちょっと相手のペアが下がってたから勝った損したんでしょうね、はい、やっぱりすごいな。お、ちょっとここでもったいないミスがついちゃいましたね。ミスはちょっとでかいですね。20、はい、うわ、ナイスクロス。うわ結局最後もカットか。最後カット。お疲れ様でした。お疲れ様でした。今回結構アタックももちろん失してるところはあったんですけど、はい、カットスマッシュ結構効いてましたね。効いてましたね。やっぱあんだけのスマッシュあるからこそのカットスマッシュ。最初はそうですよね、強打打って、はい、後半あれですもんね、やっぱドロップカットみたいな。そうですね、ちょっと増やし て、はい、やっぱあんだけのスマッシュあるとやっぱりこう相手も下がっちゃうじゃないですか、はい、そこでもすごいカットスマッシュ来ると結構これ、ね、いってなりますよね。なりますね、はい、うまいな。
うまいですね、山西ちょっと結構山西君輝いてましたね。いや、チュンさんも、ね、やっぱり後からボカンってきますよ。はい、結構やっぱり大さん、それダメっす、大さん、さっきよりはダメっす、それは NG ですね。でも、相手のペアで本当に2つくらい、めっちゃ速いですね。はい、ショートスピードも速いし、アイサーさんも相変わらずのスマッシュ、いいスマッシュ打ちますよ、スマッシュ打ちましたね、まあ、ちょっと途中なんかちょっと仕事したい時ありましたけど、ちょっと足疲れてたんでちょっと途中休憩入ってましたね。休憩入ってましたね。ではまた次回の動画でお会いしましょう。ロコモーター、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。また高評価、コメントもどしどしお待ちしております。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。